第37期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の笠原奈緒です。解説は引き続き白鳥翔が務めます。白鳥プロよろしくお願いいたします。お願いします。対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第4節4回戦、それでは4回戦開始してください。立ち合いに吉田忠の合図によって4回戦開始されました。ちいちゃから安村、なんちゃにダンプ、きさちゃに山田、べーちゃに杉浦の並びです。今回の4回戦抜け番は古橋となっております。さあここから4回戦となりましたが、どうですかね。ここまで5人の選手ポイントもちょっと変わってきましたが、山田がやっぱり一番苦しいですかね。苦しいですね。そうですね、3位4と来ております。ポイントが出ております。現在抜け番の古橋が一番の勝ち頭。3回戦目にね、はい、あのダンプさん浮きまで行けたのが大きかったですよね。大きかったですね。最後のウッパーマンでしたっけ。そうですね、はい、高めのドラムつま上がり、あれ確かに浮いてないと思う。ちょっとマイナスね、うん、してる状況だったんですね。安村さんからするとちょっとね、選択あっただけに、はい、はい、悔しいですね。うん、一人浮きの追われる状況がありました。まあ、でもやっぱりリーチ打たないとしたら堅実な打ち方だなと思いますけどね。うんうんうん、浮きは守れそうだし、はい、親番が安村です。山田がイーシャンテン。やっぱこのダンプさん手の内からトン何の順ですからね、はい、これは整ってそうだなと思いますよね。それはなんトンじゃなくてトンなんだからですか。そうですね、うん、このルールってやっぱその、はい、まあ、どのルールでも僕はこれは一緒だと思ってるんですけど、はい、あの自分に上がりが見えてないのにわざわざそのトンを打ち出す必要というのは多分あんまりないと思ってて、うんうん、よくその第一打トンから、ね、絶対切るっていうのありますけど、ありますね。だって自分がトンを最後まで打ち出さないかもしれない手配、ぐちゃぐちゃの手配の時にトン打って、はい、じゃあ相手がねダブトンポンしちゃったら、まあ、特にこのルールだったら、うん、親のダブトンポンはすごい強烈なので、そうですね、みんなちょっと引いちゃいますよね。そうそうそう、うん、もうその時点で自分がもうめっちゃ損になってるじゃないですか、うん、はい、引き気味に打たなきゃいけなくなって、はい、っていうのがダメだと思ってるので、うん、まあ、上がれる手ならね。そうそうそう、だから上がれるって見込んだ時に、うん、やっぱ先に役配切っていくことになると思うんですよ、うんうん、はい、だからシャーチュンって言ったのに次トンでなんてことは、うん、その瞬間に上がりが見えたんだろうな、そうですね、うん、っていう感じに僕だったら捉えるので、はい、ダンプさんはケアしなきゃいけないと、うん、さあ急走切っています。イーシャンテンダンプ3万切りを選択です。テンパったピンドレッチリーチか。山田はテンパイリーチ、いや気持ちよく先制取れたの結構初めてぐらい、初めてクラスですね。リーチピンフドラ、まだ上がったのって何個です。2000点2000点ぐらいですよね。あ、本一の2000点と、うん、リーチピンフの最後の2000点とと、いっそのリーチ6巡目に3層が切られています。このクライアントのまっすぐチーピンいきますか。まっすぐチーピン切り、リーチピンフドラ4枚山なんで、はい、枚数は十分残ってますね、はい、ここに3枚あとはダンプ追いつくか、先に山田が上がるんでしょうか。杉浦もいますね、オロチの3色、はい、親番は安村ですが、ローピンチ追いついたのはダンプです。ローソーチーソー、めちゃくちゃ強いですねこれ、はい、どうなるでしょうか。ドラ引き安村、リャンピンは現物です。ドラがローマンなんですよね、はい、だからまたいでるウッパーマン、うわー
パーマン短期、またいでるパーマンで打つと高いからってことですか。そうですね、ドラが1枚必ず絡むので、はい、嫌だっていうのはあったとは思いますね。はい、当たり牌です。ああ普通、打ち抜くんですか。打ち抜いていく、ダンプ数層の宝珠に回りました。山田の上がりリーチピンフドラ13900の出上がりです。フリーテンでもないですからね。サブロスのソースを拒否して、はい、パーマン短期に何の仲間しようかとですね、うん、ドラがローソー、今のドラローマンでしたよね。はい、そうです。あ、じゃあドラのローマン積もった時でも、うん、一応ローマンとパーマン切らずにリアンフソを切ろうかなとか、うん、そういうの考えてた。粘れるから、うん、粘れるし、その選択できるっていうのも考えたのかもしれないですね。ドラ引き安村ダンプ一メンツ二メンツできています。これダンプにとっては最終戦ですね。うん、そうですね。はい、5回戦目が抜け場のダンプです。まだメンツがない安村です。さあ一メンツできました。6チッパーまだ見ている。なんかダンプさん真っ黒ですね。真っ黒なんか日に焼け出ません？いや、杉浦さん真っ黒じゃないですか。あ、確かに。え、それは服装が、え、違う、え、どういうこと、ま、え、あ、肌がなんか黒くないですか、ダンプさん。いや、そう、え、違うかな。すごく関係ない話をしてます。焼けてるってこと。そう、単品系山田です。ドラ引き杉浦。うーん、今のは形も良くなるし打点もアップするんでね、はい、嬉しいですよね。6,7,8 もあるけど、まだ見ていきます。目いっぱいの流派切り、パンチ引き切れました。いいシャンテンになったのが杉浦です。両面両面、ダンプもテンパイ闇天です。3万が2枚切れちゃったので、はい、もう一気通過はちょっと見切って一旦テンパイ取って、はい、太陽の手代わりはピンフの手代わりですね。はい、役なし闇天です。積もりました。ヤーピンの積も上がりです。500オール、まずは一上がり決めて親番レンちゃんです。トラが両ピン、黒い一メンツ、そんなに A からの切り出し、おー、はい、来たんじゃないか。これは来ましたね、やっと二面図完成。ただちょっと潜在的にダンプさんも高くなる可能性ありますよね。これ純ちゃん系でイーソ切りましたけど、もうスピードだと山田の方が速そうですか。圧倒的に一番手、うん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 、ですね。気持ちいい上がりがあるでしょうか。本一陳一か、違う、杉浦はゼロメンツ、二メンツになりました安村です。ここもいいですね。はい、形が整ってきています。ぐちゃぐちゃ、ドラドラです。しゃい、安村さんの手がよく見えてきちゃいました。もうそうですね。
どっちもいい、うん、なんかちょっと、はい、ナンセンスなんかちょっと残念残念な感じする。いつはまだ見れます？チーソーツじゃないですかね、うん、あのイーソーカサナリもまあしょうがないし、はい、まあ、リャンソーローソー引き、そうですね、うん、まあ、ツモローソーの時はチーソー残ってた方がいいかもしれないんですけど、はい、なんかツモパーソーの時は急走がもう2枚見えちゃって、自分の目から3枚見えてるんで、本当だ、それがあんまり嬉しくないですよね。まだいいじゃんて、本編かかりますよこれ。どうだ、いいじゃんて、広がります。来ました、うわー、すごいですね。これすごいですね。これ何これ、言いそうじゃないんですか。これもこれで、はい、今回はどういうことですか。ロッキュピンが悪いってことですか。いや、まあ手役も見てるんですよね。だからどうせ、はい、うんうん、その縦重なり見てるわけじゃないですか、はい、あの、まあ、3万数万引いた時はロッキュピンのテンパイ、うん、これ逃すんですけど、はい、この時はまだイーシャンテンでもいいよと。うーん、ピンフドライチいらないし、これ潜在的にその後に差し子の3色だったりとか、うんうん、はい、そうですね、うん、いろいろ手がかりがピンフドラドラだったりとかなる可能性あるんで、はい、ここでの6球ピン、まあそこまで痛くないよと。上見てるめちゃめちゃ見てる、めちゃめちゃ嫌がってる。でも公式ルールだとこれ結構王道な手筋なんですかね。まあ、いつも見てね、うんうんうん、先にだってリャンソーとか引けば引ければいい形になるし、そうですね、そのリャンウーマン6球ピン引いちゃったら、うんうんうん、短期待ちになっちゃうじゃないですか、はい、どうせそれは嫌です、うん、だどうせ短期待ちになっちゃうんだったら一緒だよねっていう。そうか、いつも私短期になっちゃうんですよねその悩み面白いけどさあ山田、この形のいいシャンテンです。ちょっとね、周りが進んできていますよ。杉浦イーシャンテン、親の切り出しとかも見つつ、はい、イーソー現物、親に現物でピンズ切ってなかったんで、はい、それもチーピンパーピン払った理由にあると思いますね。実際キューピン固まってますしね。じゃあこれではイーソーが危ない牌とかだったらここまでしない。うーん、まあ一通見えてるからね、どうだったか分かんないですけど。ダブロッソリャンウピンのイーシャンテン杉浦です。リャンピンがもう山には残っていません。リャンウソ、はい、これはリャンソのリーチ安村、山田さんはすごい嫌な感じでしょうね。すっごい嫌です。リーチピンフドラドラ、うーん、残り山に3枚です。リャンソー、リャンソーが3枚残っています。山田の天敗も大いにある。次はどこまで行けるか。そしてダンプもイーシャンテン親番です。いやかな、抜きました、降りました。もう順目もあと3順4順ですか。キャッチ7700の宝珠杯です。キューピンは数字、パーピン現物、うん、キューピンか多分、はい、リャンソーイーソーちょっときつそうですもんね、打つにしても無筋が2筋です。この順目にしてはちょっと無理なんないですが、いったわ。え、これイーソーいったってことはリャンソーいきますね。いきそうですね、テンパイ入ればすごくないですか。これもこれもすごい、なんかいけない。いや親が強いですよ、かなり強気の攻め、はい、はい、親にも通る、はい。リャンマンは現物ですがパーマン行ってみる杉浦、ダンプテンパイ入ってしまった。この
の選択がリャンソーの宝珠を生んでしまいます。安村の上がりリーチピンフドラドラ7700は8000大きいですね。そうですね、はい、いやうーん免れる手もありましたけどね。なんかここまでその3節ダンプさんのマージャン見てるわけじゃないですか、はい、結構攻め強めでした。強めではありますね、うん、そうですよね。だからなんかまあ今年、うんうん、まあ、今期のテーマとしてちょっと今のも仕方ないのかなっていう気はしますね。しかもリーチ宣言だし、あの、はい、7700の間違いないで、あの終盤で、はい、まあ、これがねいい判断に生まれることもありますからね。うん、だからかなりなんかその強くいくことを、うん、はい、うん、なんか別に今年に入ってっていうわけじゃないですけど、はい、意識してるんだろうなって気はしますね、ダンプさんは。山田が親番です。3統一4統一です。杉浦が仕掛けを入れて何のポン白も手の内で統一なんちゃでダブなんです。あ、ごめんなさい、なんちゃでなんです、トンバでした。なんちゃでなんちゃでなん変な日本語すいません。トラ受け二刺しがあるか、安村は一メンツ、泣きを入れた杉浦ツーフロ、これスッチマンチーは多分しないと思いますね。さすがに多分ですけど、はい、2000点のチーは多分入れなくて、はい、目標は本一、うん、じゃあ数層とか引いたとしても馬ロンマンで、僕はそうなると思うんですけど、どうですかね、はい、数層の場合だとやっぱり両面両面になるから、ね、もしかしたらリアンソーイーソー上がりやすさで取るかもしれないですけど、うん、この形です。なんかもうこれスッチマン引きたくないですもんね、正直。引きたくないですね。スッチマンより先に違うの引きたいですね。なんか想図でね、はい、これ何もうチーピン切った後にこのツモドラ引きでした。山田まだドラは山に残り3枚、ダンプさん来てるよ。わい、いいシャンテン、両面両面、お、こちらもいいシャンテンですか。ウーピンが普通ですね、はい、はい、キューピンの方選択です。579の形で持ちました。うん、ポン材3つでね、うん、残し、まあ、キューピンもションパイですし、はい、残しとくのが普通だったのかなと思いますけど、はい、チューンがもちもちになる山田安村、もはやマンズ全部払っててもいいぐらいの安村ですか。はい、おで、まあ、メンホンチというのはヤンシャンテンだし、はい、仕掛けていって漫画も見えるし、はい、リーチ、ダンプ、サブローマンで3色かく、あ、3色です。ローマンだと3色、リーチ、タンヤオ、ピーフ、さっきの宝珠取り返すでしょうか。サブローマン、お隣 4は、え、いや、これ4が、いや、これさ、いけないっすよね。あ、ウーマン、これローマン行っちゃう可能性あるってことですよね。じゃあ、はい、ローマン宝珠ですよ、高め、え、ハック打ちますか。パーマン打ったからウーマン打ったとりあえずは、はい、次はハックか。サブローマンは危ないですもんね。そうですね、一応、うん、これテンパイ、役割本当はパンパーピン取りたいですね。取りません、テンパイ取らず、ダンプ、ここは決めたい。サブローマン決めたいな、決めたいっていうかめちゃくちゃ山いるな。ありますね、高めのローマンもまだ残り2枚、はく、おり、うわー、これよ、危ないよ、いや危ないっていうか、まあ、キューピン振り点なんですけど、はい、ポン点とか取れちゃうとね。そうですね、キューピンは出てこないか、あ、ないんですね、もうない。うん、
でもこれだからじゃあ、はい、積も上がってたってことですよね。ウーピン切ってれば、はい、可能性あるってことですね。9ピンとそうですねのシャンポン、うん、降りた高めのローマン残り1枚です。もう3万がまだ3枚残ってる。いやこれで3山に。はい、これは安村さん安村さんのこれはうん大丈夫か。大丈夫心配。はい、じゃあ1枚切れ。あ、そっかそっか、9ピンか、はい、9ピン切り。ローマンでした。高めのローマンのつま上がり、わかりませんね。リーチ単葉ピン普通も3色3000、6000です。きつすぎる山田さん。取り返したダンプ1万2000で取り返してきましたよ。ふぅみたいな感じ。まあでもやっぱ安村さんのとこちょっとキーポイントでしたね。ウーピン切っとくとね、やっぱ基本はウーピンな気がしますけどね。どうなんでしょうね、はい、そうすると上がりが先にあったかなと思いますが、うん、500株量山田でした。今回はトラカルボスを杉浦を山田。ダメンズ完成、安村です。ひとメンツ山田。ドラドラです。来た来たよ来ること多いなですね。どれが重なっても嬉しいですね。南流順これで自然に手が向かない。1枚入れ、うん、やっぱこういう手はまっすぐ進めたいんですよね、うんうん、うん、いいです。まあ当たり前なんですけど、さっきねリアンピンウーピンローピンって持ってて、はい、パーツ足りてないんでやっぱりリアンピン切らずに、うんうんうん、自敗打っていた方が、はい、いいですよね、こういう手の時は、はい、3ピンを捉えることができました。一数チーピンに同期ではありますが、いいシャンテン。山田もいいシャンテンです。うわ取らずよ、はい、いいピン、いいピン。打点を上げつつ、うん、ドラ、まあドラ引いたら一面つだし、はい、ささっとイーピンの統一落とし。親番が杉浦でやっと一メンツ。安村が両面両面のいいシャンテン。キマは残していきます。ゴロッチの3色。どうかな。おお、音が引いて、うん、ゴロチチュンで目いっぱいでも良さそうですけどね。ここはいいピン切り、一旦温存、うん、マンズを伸ばしたいんでしょうか。一数ピンが不満なんですよね。あー、3枚切れなんですね、うん、E ピンが3枚切れ、スーピンが1枚切れなんで、はい、S ピンとスチピンの2度受け不満なんで、はい、1回ウーピン切ろうかとかも考えたかもしれないし、うんうんうん、あと両ピンとかいう手もありますよね、はい、E ピンが3枚切れてるだけに、はい、1枚のロスしかない、うん、あ、まあウーピンとかね、ローソーがアンコってしまったらロスにはなってしまうんですけど、
でもそれでもマンズが5678だったら、はい、連結系だったらすぐテンパ意思返しそうなんで、はい、意外とリャンピンとか優秀だと思いますね。もちろんウーピンでもいいんですけど、はい、どうしましょう。まあ、リャンピン3ピンもありますけどね。3ピンからいきました。リャンピンは2人の現物。もうここ、ここは一生この形なの。次裏が、おやすむらがあと一方。ダンプもイシャンテンです。山田はリアンシャンテン、杉浦もリアンシャンテン中。リアンシャンテン中、これで動けますね。はい、太陽で動ける形になりました。やっぱ今のね、ツモ数万みたいなのを狙ってパーマン残したかったっていうことですね。うんうんうん。トーンのポンテンスチマのテンパイです。テンパネの1300テンパイ。枠は3枚入れ。これは下ちゃんに対してケアですね。はい、杉浦さんに。杉浦いいシャンテンに。いいペーコーにはしたいですけど、うん、山田さんも。テンパイ、カンロストをチーピン切ればダイヤをドラ待ち。闇テンです。うわ、テンパった。おー、GP 泣かずのテンパイです。本当ですよね、はい、このかなりの終盤でですね。泣いてもおかしくないですけども、おー、どんどん進行していきました。4人がテンパイ、スッチピン、サブローピン、スッチマンとカンロッソ、いきます。決着つきそうですが、ギリギリ通ります。急走切りもあるんですか。うーん、違うか。急走切りだテンパイ、急走切りだとテンパイにはならないですけど、はい、うー、流局なのか。あと残りとも1回ずつ。あ、いやいや、いける。あー、うー、ウーピン、ウーピン、いけるよね。いける。カンスケはいけるスーピン通ってるの、あれ。いや、スーピンチー入って安村にだけは当たる可能性あるんですよ。あー、スーピンになっちゃった。スーピン宝珠、安村の上がりです。タイヤをドラドラ、3900です。うん、山田さんにスーピン通る保証がないっていうのはきついですね。うん、だってそれならスーピン選ばれちゃいますかね。うん、何入となりました。安村の親番選べなくはないと思うんで、はい、まあ、特にやっぱ杉浦さんだったら、はい、ドラが吐くです。大きいですね。でも上がる球は、はい、あ、ランプなんかダブなんかといってペーマン奥です。山田はまあ、その二度受けのねこととかも考えてなかったら今もうすんなりねノータイムで切ってるはずなんで、はい、今のところで手が止まるっていうのはね、はい、やっぱり相手の形もしっかり考えて、うんうんうん、まあ、包丁になっちゃったのはねしょうがないんで選択して。そうですね、まあ、どっちかは切りますもんね。切りますね、はい、はい、さあ今回の注目手はダンプさんでしょうか。ダブナンのポン、最高。はい、もう最高じゃん。発信していきます。いいシャンテン、
ここから自然に想像に行けば想像に行く感じでしょうかね。まあ、両層ポーンは打点不十分なんでローピンチーピン行くと思いますけど、はい、初ポーンはウッパーピンのテンポで取りますよね。ダブナン初で5200で十分なんで、はいはい、この形です。うん、でウーソーに先にくっついたら、やっぱり2600になってしまう可能性あるので、はい、ローピンチーピンと行きたいところですよね。卵巣ポーンだとウーソーはギリのテンパはもう取らないんですね。あ、卵巣ポーンだと、うん、あの取らなくてもいいかなって感じです。その後トイト、あーあれ、お、その後トイトイ変化があるんで、はい、取らなくてもいいかな。うーん、あ、ごめんなさい、取ってもいいかなとは思うんですけど、でもウーソにくっついたらすぐ漫画のテンパになるんですよ。はい、想像の3から7引けば、そうですね、すぐ漫画以上のテンパになるので、うん、僕はそっちの方がやっぱ見合うかなって。2600だったらダンプさんでもウーソを切ってもトン残し、これトン残しはさらに高いのを見てるんじゃないですか。ほほ、トイトイ、はい、シャーです。シャアは2枚切れ。シャアです、シャアです。さあ山田もいいシャンテン、トラが浮いています。イスピンウッパソー小山安村、いつ見ていくんでしょうか。数万でほぐしていく。ああ、うん、ちょっと痛いけど、はい、わあ、うまい。想像きていく。じゃあこの手形になれば安村はドラ切りが、そうですね、ありますかね。さあまずは山田がドラ切ればテンパイですが、打たない。はい、まあ、だから安村さんが先にドラ打ってたら、パンパンに構えて打ってたら、うんうん、多分ドラ打ってましたよね。はい、あ、これはもう最強ですね。初のポンでウッパーピーのテンパイ取っていきます。5200のテンパイ、これ白打ちづらいな。何点打っちゃうのっていう、やだな、来た。逆にね、逆にね、はい、どうする。数万両万いきたい現物ですね。どっちもダンプには、うん、気持ちもありつつ、これ白出てくる状況じゃないなっていうのも多分ありますよね。ただダンプさんが使ってない場合はダンプさんから白打たれる可能性あるし、はい、そのポンテンは逃せないなっていうのと、はい、あとやっぱね、Eピンが3枚切れなんで、うんうんうん、パーソーのポンしてテンパイ取る。あー、パーソーにしてればね、はい、考えてたのに、はい、まあ難しいな。3万の方が良さそうに見えるのかな。まあそうですね、よく見えるからこそ悩んだわけだから、はい、うんうんうん、悔しいですね。いつもですね、パーピーのスマ上がりダンプです。ダブナン約杯1300-2600の、ごめんなさい、ダブナン役入ってめっちゃおもろい。ダブナン初1300-2600のつまがりです。ダブナンも役入ですからね。はい、ごめんなさい。いいですね、最終の第4節の最終戦ダンプにとっては、うん、なんか、うん、踏ん張ってる感はありますね、はい、ドラがいいピンです。お、うん、ドライピンいいですよね。はい、メンツはあります。4面立ちがいくつか。山田は1メンツ、杉浦も1メンツ。ちゃんと系でしょうか。安村ペイチャでペイエが統一、1メンツ完成。ダンプが1番か。現在トップでダンプ、ドラです。ナンは1枚切れ、
安村もペイは2枚切れているんですね。ペイ茶でペイが雀刀ですが、おお本当ですね。うん、この次です。この形となるとちょっと手組みが難しくなってきますが、ドラドラです山田。まあ、なんかこういうふうに今みたいにドラが1枚浮いてる時、特に端っこのドラとか、はい、自敗のドラとか使いづらいドラが浮いてる時って、はい、やっぱりこういうふうにある程度手は壊さずに、そのドラが重なった時にどうにかできるようにちょっと組んどくのって大事ですよね。ドラ重なった時に一気に勝負手になるんですけど、ね、なんかあーみたいな手ぐちゃぐちゃにしちゃっててもう、はい、プリテンだらけになってるわみたいな時結構あるじゃないですか。あります。だからギリギリの要はね手を組んどくっていうのも大事ですよね。なんかもうチートイだけに決めちゃうとかじゃなくて、はい、結構やっちゃいます。そうテンパイです。リーチ、そうですけどね、リーチピンフドラ、リーチとなったダンプ、ウソはここにアンコ、ただリャンソーが山に4枚、山4、ウソも残り1枚ある、小山です。リーチピンフドラ積もってニーロコール、山田もある程度したい。これですよ、はい、これは攻め返せそうですけどね。はい、現物のチューンが統一になりました。ただこのチューンが浅いか浅くないかですね。ですね。どうでしょう、戦えるか。マンズ入り目です。あ、3万が通りました。わあ。リスマの切りができて、まっすぐ。リスマイーピンチューンのイーシャンテン。4万引き戻し。はい。ただね。ただ強いよ。レアソンつま上がりです。ダンプ大橋リーチピンフツモドラ1。2600は。2600オール。レンちゃんです。いやーこれはかなりマイナスを反対して終わることになりそうな。強いですね。強いね。はい、あのね。結構行き来た7700でしたっけ、宝珠あって、うん、あと、うん、そうか3900のね、うん、山田さんに回復宝珠してますからね。そうですね、活力がすごい。シャーハク統一、杉浦はシャーチャーです。まあ元 A1 の選手ですからね。そうですね、結構若くしても A1 になってたんですもんね。そうですね、うん、シャー仕掛け入りましたよ、シャーチャーで、はい、杉浦シャーチャです、うん、やっぱ強いっすよね、うん、ダップさん。悪も統一で安村の元に1枚、ランプは流派とペアが統一です。山田の元に流派が1枚、ダイヤ受けの山田、マンズに寄せる杉浦、今山に2枚、山田はどうしていくでしょう。流派がもちもちにマンズをぶつけていく、かす、いやこれ広い、いいシャンテンとなりました。杉浦です。今のところも1枚切れの、まあパーマンってくっつけんぱいで欲しいんで、はい、パーマンは切らないとして、はい、まあ、チューン打つかションパイのナン打つかって結構難しくないですか。難しいです。あのハクポンした時ってやっぱり1枚切れのチューンの方が信頼度高いかなって僕思っちゃうんで、うんうんうん、今ションパイのナン打っちゃったかもしれないんですよね。ただあのそれが合ってるか分かんなくて難しいなと思って、
もうシャンパイの難を切るのと中を切るので白の出やすさとかまた変わってくるんですね。そう難打っちゃうと難白持ってる人がいた時に、うん、やっぱり難から打つ人が多い。はい、うんうんうん、ロッキーマンテンパイ、まあ、結局これでロッキーマンテンパイになるんですけど、うん、なんかその1枚のションパイ切るかどうかっていうのもやっぱなんか難しいですよね。あと絞ってくる人がいるかどうかによってもだいぶ僕変わると、あ、テンパイと、はい、コンロス引き入れてテンパイです。初リャンピンよ、これリーチ打つ、初リャンピンはリーチ、初もちもち、そうなんです。もうどうなってんのリャンピンが残り山に1枚で6球マンザクザクいるわけでしょう。ですね。うわめっちゃいるわめっちゃいるわ、全部いるわ小山小山で全部来られるわ。5対1、あー怖い、いや勝つことあるんですかねこの1枚が。いや行くっしょ、ドラ切り引いてくれれば。はい、オンの字だがドラ行きます。もう止まらないこれはきつすぎるだろう。怖い、早送りしよう、早送り、早送りなくすとかじゃなくて早送りしたら関係ないでしょそれも見てられないから。でもね、チーマンにもう声がかかんない時点で結構怪しさあるんですよね、はい、チーマンになんかもうチーとか何の発声もない時点で結構急所っぽい。チーマンに怪しさっていうのはテンパイっぽいってことですか。テンパってんじゃないかみたいな、うんうんうん、怖え、リチーペコ。いやただね、リャンピンがまだ一応あるのよね、1枚だけ。ダンプさんもハツハツはならなそうですもんね。だって本一者 いますからね。ですね、ドラも切れるし。厳しい、厳しい。うおやー、ズボン杉浦のつま狩りとなりました。薬杯本一です。電波で1300-2600の一本まです。かっこいいな、姿勢もいいですしね。はい、ピンとして綺麗なんですよね、うん、ボレボレします。ネクタイも素敵、昔の面影なし。みんな画像で見たいって言ってます。あ、本当ですか。あげたい。あげたい、あげたい。第三曲です。山田の山。ちょっと山田なんか気持ちいいの一回ぐらい来てもいいんじゃないですか。そうですね。三節四節と厳しすぎます。厳しいね。くうまくない。杉浦は一面つかんせ。安村は白はドイツでした。ダンプも一面つ。白鳥さんって。はい。実況もともと A1 リーグをされていたんですか。そうですね、 A1 です。その時ダンプさん選手でいました。いたかな、ギリ一番最初の時、はい、いた気がしますね、うん、何年前ですかねあれもね、もう、もう結構前ですよね。放送開始直後ですかね。ですよね、うん、その時は白鳥さんと勝俣さんでしたっけ、実況って。そうっすね、あ、うん、そうですね、うんうんうん、うん、何だ、次変わる。サブローマーマッチ、サブローマー系。白は一枚切れ泣いていません。マークスルーしてスーソーあんこになったのかな確か。だからこれ次は泣きますよね。泣きたいですけどね、うん、サードアップがイーシャンテン、リャンカン、リャンメンです。形不十分だったら泣かないと思うんですけど、はい、まあ安村さんってはギリギリいけるかなっていう感じですね、うんうん、アンパイがなくなっても上がりも取れそうだし、はい、もしかしたらトイトイまで行くかもしれないし。山田どうでしょうか、親番連チャンできるかしら。
できるかしら。かしら。もう手がない。できなそうですけどね。手が手だけ見ると いやもうほら。テンパイで酸っぱそう。はいみたいな感じだもん。30機に供給してるんですってダンプさん。30機今37機31機から36機までずっと A2 なので7年前ぐらいか。うん、石田鳥さんが実況7年ぐらいやってそうですもんね。うん、さあ現在ダンプが転廃中、うっぱっそ待ちのピンフです。ここにうっぱっそピュンピュン。いやこれもう防ぎようがなくないですか。このうっぱっそ、この持ち方、チートイツ、うん、で頑張れる。両方重ねないといけないけどさ、はい、無理難題です。うわーすごい、吐く泣かなかったってことだもんな。あドラが出てきたから、うん、あいやでも3万1800点持ちか、はい、だからやっぱもうどうしても打ちたくないんですね。うん、安村さんは親番は残ってないですからね安村さ ん、まあ、冷静ですね、はい、ドラ打ってきて、うわ耐えてますよ。いけるいけるんこれいけるん。パーソーまだ1枚ない。パーソー短期パーソー短期で出回る。おーでも安村さんもぐるぐるグッズキーション店ぐるぐるして、はい、グッズはテンパ取りそうだな。いや99、おーもうつもぎりチートイーシャンテンに3層打ったからにはね、はい、あーテンパイだ、うん、ウーピンとパンマンのシャンポン待ち太陽です。現在2人転廃中。ハックスルーからの、はい、からのキャッチ、嘘キャッチ、ダンプ流れです。ピンフ先天の出上がり安村宝珠ハク泣かずからの、うまくいって転廃でしたが宝珠に、さあオーラスです。4回戦杉浦の親番、気合を一つ入れて迎える親番、ドラがパーマン、まずまずこれいやまずまずかなあんまり いやまあなんかメンツがないんで、はい、なんかちょっと急所が多いかなっていうイメージで、はい、すいません、いやわかんない、どうだろう、まずまずなのかな、よくないです、これじゃない、まずまずこれですか、これまずまず、あまずまず、あでも平茶か6シッパー、これはまあ、うん、6、7、8、7、8、9、はい、はい、まあ、純ちゃん3色ドライチとかもありますもんね、ありますね、だから周りはそんなによくないですか、まあ、ただ1000点上がりたい安村さんがね、はい、リュアがドイツ、うん、これ仕掛けますよね多分、仕掛けそうですね、積もられてももうきついんで、うん、この形でも仕掛けそうじゃないですか、はい、リュア出たら親の下茶ですしね、うん、なるほど、親があんまり絞れないんじゃないかっていうのも、うん、と私は勝手に思い込んでしまうんですけど、あいやいや確かに確かに合ってますね。ローマン切り、もうこんなん9ピンとか E マンからでもポンしますよ。ほほほ、まあ、僕は安村ですね、はい、やばすぎ、すごいつもやばすぎ、何これ、こんな手になると思ってました。いやでもこれ、はい、3層がもう自分の目から3枚見えてて相当きついんですよね。うん、願うがもう E 層1点ですね、でもない E 層がないんだ、ダンプさんに浮いてる、まあでも数層積むとかでも強いですね、はい、いいですね、うん、3色ドラ1で、あー今やばい、このタイミングでチーマンとか引かれるとやばいですね、泣けました流派のポン、
今回は1枚目から泣きを入れていきます。リーシャンテン、ドーダスギュラ、安村は先天でもいい選択です。つもぎり、いいものが1枚切れでしたが、ここは2品つもぎり。おお、ほんとだ。はい、ちょっと考えたくなるところではありますけどね。はい、なんかシモちゃんのダンプさんが国士っぽいような感じなので、チーです。チーして端合いのイーマンとキューピーのシャンポン待ちに、ヤクハイドライチ、それよりも端っこ優先したと。はい、この選択どう出るか。おわしごろ、天敗ですよね。はい、カンウソですか。タンヤオ、天敗はヤマガ。あー、入って、選べたかもしれない。選べたかもしれない。しかも山田さんに天敗入ってる。はい、うわーって書いちゃった。これリーチもありますよね、足止めで。いや見て、どうせチーマン弱そう。うーそうだわ、あるある、マージャンすごいわ、すごいわ、面白いですね。タンヤオ1000円、あ、一人行きだ。いやいや、3色ですよ。ごめんなさい、タンヤオ3色5200。山田さんこれ2着じゃないですか、沈み2着。はい、しかもダンプが一人行き。4回戦トップからダンプ、2着に山田、3着安村、4着杉浦並びで終了です。うん、すごい結末だ。はい、続きましては最終5回戦です。